心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、ということで180回到達いたしました。ダメですね、こういう切りのいい数字に弱いからね。喜んじゃいますよね、1回1回ね。180、はい、いいとこ来ましたね。180ってなんかすごく本当にまとまった数字感がありますね。うん、そうですね、はい。もうすぐですね。もうすぐですね。200までもうすぐですね。いや嬉しいね。はい。はい、そんな中、またまたですね、おはがきをいただいておりますので、うん、ちょっとこちらでご紹介していきたいというふうに思います。はい、まずは、いつもですね、おはがきいただいている、越谷の井上さんからということで、島田さん、村上さん、こんにちは。こんにちは。島田さん、マラソン大会に向けて走っていますか？私はこの時期は短い5キロの大会に出ていますということでね。うん、まあいつも走ってる井上さんですが、ちょうど島田さんとは育った時代が一緒で、うん、トンネルズや浜田省吾、うん、オールナイト日本や夕焼けにゃんにゃん、うん、オールナイト富士を楽しみにしていましたと、うん、井上さんの好きな浜省の歌は、もう一つの土曜日、愛という名のもとに、悲しみや雪のようになど、好きですと、トンネルズは雨の西麻布、迷惑でしょうがなどが好きですが、島田さん、うん、好きな歌は何ですかということで、うん、いかがでございましょうか。はい、じゃあお答えさせていただきます。はい、まずですね、はい、マラソンの件について、はいはい、走ってますか？走ってません。あら、走ってないんですけど、はい、アクアマラソンかな。あ、はいはいはい。今年一応ハーフで出るというところからやり直したいなって思って、はいはいはい、まだそんな練習するほどでもないんですけど、はい、時期的にね。はい、で、ただちょっとものすごいエピソードを聞きましてですね、先だって出張行った時に、うん、アシックスの大山さん、元社長、はい、会長ですね、はいはい、とお話ししてて、うん、ランニングのこととかそのシューズのこととかもマラソントークをさせてもらったんですよ。はい、いや実はこの間10キロ走ってとか、はい、で次ハーフ行くんですってこと言ってたら、うん、島さんね、はい、実は、うん、ハーフできる人は、うん、フル行けるんで、うん、もうハーフもフルも変わんないっすよって言うんですよ。本当ですか？そう、いや変わりますよね。倍違う気がしますけど、ね、って言ったんですけど、いやいや、はい、変わるんだけど、うん、ハーフを走り切れる人は、うん、フル行けるんだと。だから、ハーフ行けるような準備ができるんだったら、フル行っちゃってもいいんじゃないですかっていう話を聞いて、ちょっとぐらついてます。あ、なるほど。10、20、フルって行こうと思ってたけど、うん、一足飛びに行けるんじゃないか。一足飛びに行っちゃってもいいんじゃないかっていう。うんうん、なるほど。まあまあ、とはいえね、はい、まあ、ハーフだと思いますけど。はい、というマラソンのお話とともに、はい、好きな歌と。好きな歌。はい、そうですね、浜省。浜省はやっぱ片思いとかがまずいいんじゃないかなと思いますしね。もう一つの土曜日はもちろんですよね。Jボーイ、ああそう、Jボーイこの間おっしゃってましたよね。まあこの辺はやっぱり外せないんじゃないですか。はい、大好きなトンネルズさん。トンネルズ、まずは雨の西麻布、はい、やっぱここはそうなんですね。うん、私カラオケでよく歌ってたの、昔は若い時ね。あ、そうなんですか。迷惑でしょうがですね。あ、迷惑でしょうが、はい、迷惑でしょうが。あとはなんすかね、まあ、コンサートとかも行ってましたからね。あ、そうかそうかそうか。東京ドームとか行ってますから私。本当本当筋金入りなんですね。本当大好きでしたね。まあ、どれが好きですかというと、うん、ナンバーワンは迷惑でしょうかですかね。あ、が好きですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。参考になりましたでしょうか。何の参考かっていうところですけど。続きまして、もうこれも常連、うん、B リーグブースターの磯地のおっさんさん。はい、磯地のおっさんさんは、はい、ということ。あれ、磯地のおっさんさん、私どっかで会ったかな。あ、そうなんですか。会ってないかな。あれ、おっさんさんです。おっさんさんです。って会場で声かけられたような気がするな。もうちょっとかけられたじゃないですかっていうことがもしあれば、またこれもね、はい、手紙でいただきたいと、はい、はい、思いますけども、確認させてください。まあ、千葉ジェッツの EASL の優勝ですね、うん、についてもいろいろ語っていただいてということで、まあ、非常に盛り上がってる様子が伺えてよかったという、うん、ただ、まあ、国内での報道が今一つだったんじゃないかなと、特に新聞に関しては、まあ、磯地のおっさんさんが確認した限りですけども、うん、全国紙一般紙5社のうち3社、うん、スポーツ紙4社のうち2社しか掲載がなく、うん、いずれも写真出して結果だけを伝える200字程度の記事のみでしたと、うん、
最近はあの新聞で当たり前のようにねバスケの関連記事が増えたなというふうに感じているだけに、ちょっと残念だったなというふうに思ってます、はいはい。まあ、国際リーグといえばユーロリーグがメジャーですが、有料リーグを運営する ULEB にはヨーロッパの主要なプロリーグが全て加盟しており、ユーロリーグのチャンピオン、イコール欧州で最も強いクラブという認識が浸透しています、うん。EASL のステータスを確立し認知度を高める鍵はアジア最大級の事業規模を持つ CPA の参加ではないかと思っていますが、島田さんはどのようにお考えでしょうかということで、この辺のお話聞いていかが感じでしょうか。おっしゃる通りで、はい、そういうプランはあるんですよ、はいはいはい、まだ実現はしてないんですけど、はいはい、あとはユーロリーグとちょっと違うのはあのイーストアジアリーグなんで、はい、やっぱ東アジアなんですね。あ、そうですよね。そのアジアって広いんで、はいはいはい、そこを局地的に限定してるんで、うんうんうん、そこがまず違うんですよ。でも逆にウエストアジアの大会とかもあったりするんですよ。そういうのが今後あのコンチネンタルカップとかそういうのにつながっていって、うんうん、大陸別みたいなところにつながっていくとかね、はい、いう話もあったりするんで、あのまだそういう意味では ESL っていうのはそのアジア全体のそういう新しいね、うん、大会のあり方みたいなものの一部分なんですね、うん、はい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 、ですんで、まあ、それをまず一つお伝えしたいのと、まあ、とはいえその我々の枠組みの中に中国という、CBA が入ってくるゾーンなんでね、うんはいはい、うん、入ってきてほしいなとは思いますけど、うん、今はちょっと実現してないので、うん、はい、ちょっとこの先ジョインするのか、はい、少しそのアジアのその地域を拡大するような話の中で参画してくるのか、うん、まあ、どんな展開になってくるか分かりませんけど、うん、あのおっしゃる通り、はい、まあ、KBL と B リーグとフィリピンの、ね、はい、TBA とか、まあ、台湾のリーグとかもあるんで、ある一定のバリューは出せてると思いますけど、うん、まあ、当然 CBA が入った方が盛り上がりますよね、はい、うん、まあ、そういった意味でもまた将来に向けてね非常に楽しみがあるなというふうに思います、うん、はい、ぜひまた CBA の参画ということも楽しみにしたいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。続けまして、ラジオネームすっさんが移籍したらどうしようさんからということで、今回のすっさんは名古屋 D のすっさん、そう、名古屋 D のすっさんですね。イケメンですからね。素敵ですね。もう私の中でイケメンって言ったらすっさんですよ。ああ、そうなんですね。うん、そんなすっさんが移籍したらどうしようさん、うん、非常にですねありがたいおはがきなんですけども、はい、こんにちは、いつも素敵なお声とバスケ話拝聴していますと。今シーズンはビギナーズ、 B リーグのビギナーズですね、うん、ファン歴1年未満の私で恐縮ですが、うん、友人やこの友達を引っ提げ観戦に行ったり熱弁したりしておりますと、うん、年始はなんと0歳から76歳、国籍で3つの国の方々計13人を連れて地元の B リーグを見に行ってきましたと、うん、そこで今まで皆様からお聞きしたご意見などを島田さんにお伝えしたいと思います、うん、ということで、はい、まあ、このいろんなお声をですねびっちり書いていただいてるんですけども、うん、まず初観戦30歳のママさんは、うんうんうん、チアが最高、バスケよりお姉さんに目が行くということでチアにすごく注目がいったよという話ですね、うん、チアですね、はい、それから、うん、30歳の美容系ママさん、こちらも初観戦の方ですが、うん、全然想像してなかったエンタメがすごいということで、うん、まあ、エンタメすごいんだよとは言ってはいたんですけども実際見たら本当にすごかったと、うんうん、それから初観戦40歳の教育系ママさん、体験型のいいイベントがあっていいなと、うん、あの距離感でプロのゲームを見れるなんてもう本当に最高ですねという話をされてたと。さらにですね、初観戦76歳の女性なんですけども、うん、赤の2番がいい仕事してるねということで、これはどうも名古屋ドルフィンズの斉藤匠選手のことですね、うん、あの2番がいいという話をされていたりと、うん、で、まあ、あのアメリカから来ていらっしゃった方も一緒に、連れて行って、その方実は NBA は見たことないということなんですが、テレビでよく見ていたと、うん、で実際 B リーグを見たらめっちゃ楽しいと、うん、また行きたいよということをおっしゃってましたと、うん、で、さらに初観戦30歳のアメリカ人のママさん、うん、野球より短いから子供にもいいと、子供にもグッドということをおっしゃってと、うん、すごいこう叫んでらっしゃってすぐにリピュートしたらしいということで、この後初観戦の後にこのアメリカ人ママはすぐに次の観戦にも向かわれてたと、まあ、様々な、ね、方を連れて行っていただいて、まず非常にありがたいなと、総じてポジティブな反応で、B リーグに関わる全ての方に感謝していますということでお話をいただいていますと。すごいですね。すごいですね。ありがとうございます。まず13人で行っていただける3カ国、はい、0から76、はい、この何ですか、老若にゃんにょ、はい、かつグローバル、はい、かつ大勢、はい、もう B リーグ戦略を体現しているような、いやすごいですね、はい、でも総じて皆さんポジティブなんですね、やっぱりね。そうですね、
視野がいい、はい、エンタメがいい、はい、体験型がいい、はい、赤の2番いい、はい、ビリがもろい、はい、短グッド、はい、すごいじゃないですか。すごいですよね。でもやっぱりあれなんですよね、 B リーグってそのリピート率がものすごい高いんで、うんうん、あの1回感染した後にまた見てみようっていう率は非常に高いんでね、うんうんうん、まあ、1回こう来ていただければある一定面白いと思っていただけるっていうのはやっぱあって、うんうんうん、距離感が近いじゃないですか、はい、だから迫力もあるし、うん、でまあエンターテインメント的な要素もあるんでね、うんうんうん、こう近いし、うん、ここはね B リーグを見た方じゃないとわからないんで、ぜひね、たまにこの番組聞いててほら感染したことないみたいな人いるじゃないですか、はい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 、もしくはこの番組、この番組からの感染に行ったとかっていう人もいるじゃないですか、はい、なんでちょっとね、もし行ったことがない人がいたらこの話を受けてね、行ってほしいですね。いやそうですよね、もうどこでもいいですから、近くの最寄りのクラブに、ね、はい、はい、まあ、強いて言うとちょっとチームの名前が長いので覚えにくいなという、うん、まあ、初心者の方とか、うん、言ってない方はお話があったということですよね、うん、このあたりはあのメディアの我々もですね、ちょっとまあ伝え方であったりとか、うん、まあ、少しこう相性みたいなことをね、もう少し伝えるときに取り入れていったりっていう工夫はまあしていきたいかなと、うん、はい、ということで、まあ、たくさんのね、ありがたい意見をいただきました、はい、引き続き、B リーグを愛していただければというふうに思っております、はいはい、ということで、内容ぎっちりの、お手紙おはがきを、3つ紹介させていただきました。はい、今回もたくさんのおはがきありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで本編ではですね、早速神戸の出張報告についてちょっと振り返っていきたいなというふうに思うんですけども、うん、3月の27から28ということで、はい、神戸の方に行かれてたということですけども、うん、こちら、はい、目的だったりとかどんなことがあったのかなとぜひお伺いできればと思うんですけども、うん、そうですね、はい、まずは神戸ストークスはもうアリーナがね今、はい、G ライオンアリーナ神戸というものが建設中なので、はいはいはい、その工事現場を見させていただくということと、はい、その知事とかね、はい、神戸市長とかもお招きしてメディア向けの説明会があるというところに出席するというのが大きな目的でしたし、はい、その後ストークスのいわゆるパートナーの皆様を集めた決起会みたいなのがあって、うん、はい、そこにも参加させていただくということで、どちらかというとその B プレミアに行くぞっていうのと、それを実現するためのメディアだったりパートナーだったりへの協力要請とアリーナの視察と、うん、まあ、いうような全体感だったんですね、はい、で、まあ、到着してすぐ、まあ、2日あの久々に1泊2日というか2日間びっしりだったんですけど、はい、到着してそのままいわゆる重要なね、創業当時からお支えいただいているような、うん、SRC ホールディングスの、まあ、横山社長とかですね、はいはい、まあ、KISS FM という、うん、まあ、ラジオとかでも番組をご紹介いただいたりってこうしている会社さんを訪問して、まあ、そこから、まあ、アリーナの建設現場が見れたりとかしたんですけども、はいはい、でその後 G ライオングループ、今回あのアリーナのネーミングライツを取得していただいた、はい、もうオフィスの上からもう工事現場が見えるんですよ。あ、そうなんですね。で、自分のオフィスから下に見た時に、ここできた時に G ライオンアリーナというのはもう目の前に見えるっていう、もう会議室で、あちらが G ライオンアリーナですっていうことが言えるっていう。従業員の皆さんにとってもなんかすごいテンション上がりますよ。リアリティですよね。うん。で、そこに行って本当に輸入車とか国産車合わせて、まあ、30ぐらいですかね、ブランドの正規ディーラーとかやられてるところで、はい、飲食とかウェディング事業とか、はい、まあ、いろんなことやられてる。地元のいろんなあれですよね。立派な会社さんなんですよ。やってらっしゃいますよね。うん、で、まあ、今回ね、ネーミングライズの取得をしましたけど、まあ、ぜひね、うん、クラブのスポンサーもやっていただきたいなってことで、私はもうね、ガンガン営業しましたよ。なるほど。お願いしますって。うんうんうん、もうネーミングライズと、ね、ユニフォームスポンサーはね。いや、でもこの、親和性が高いって。あれですよね、G ライオンアリーナ神戸は、私もパースでしかちょっと見てないですけど、うん、またすごくね、こう近未来的なというか、うん、なんか素敵な雰囲気で、外見からだけでもワクワクする感じですから、またそこで行われるね、バスケットみたいなことの質とかね、うん、盛り上がりっていうのもすごく楽しみですよね。そうですね。まあ、いわゆる第二取ってって言われるのを、うん、取ってる、飛び出してるところについてるんで、うんうんうん、だからもう、本当にもう、海のそばなんですよ。ああ。多分世界一海辺のシーサイドアリーナと言われているところなんですね。うんうん、だから、やっぱそのキャラが立ってますよね、そういう意味ではね。あ、うん。で、
多分近い将来その関空とかああいうところからもボートとかでやってこれるんじゃないですかね、はい、あとかそういうことも将来会えるんじゃないかななんて話ではしてました。で、その後早駒運輸さんを、うん、の渡辺社長を訪問させていただいて、あの辺のねベイエリアのいわゆるフェリーとか、はい、いわゆる飲食とかいろんなところをもう手掛けてらっしゃる地元の大きな会社さんでご挨拶して、はい、まあクラブの支援を要請したりとかしましたと。でその後夜は、はい、まあ、水曜日なんですけど B2 のゲームがあって、はいはい、まあ、いわゆる9万人プロジェクト、ここがミソで、うん、ファンの皆様とかね、にも分かっていただけると嬉しいなと思ってるんですけど、もともと B プレミアというのは18クラブを上限としていましたと、はいはい、で、まあ、4012億、うん、で4009億とか12億3000が、うん、三次審査とかでもいけます。でも18クラブに達した場合はその下からこう相対評価によって、はいはい、脱落していきますと、はいはい、まあ、そういう状況だったんで、うん、頑張っても何らかの判定によっていけないかもっていうのがあったんで、うん、本当に確実にいけるようなクラブじゃないと目指しづらかったんですよね。あ、なるほど、うん、でそこを去年の年末ですね、うん、まあ積極的にアリーナを手掛けてるクラブとか進めてるクラブがある中で、はい、まあ、2024年問題等々で建設が遅れてしまってるとかね、うん、いう状況があったり、まあ、したんでちょっと緩和していこうということで、はい、18クラブどころか一気に20数クラブまで増えるかもしれない、うん、その相対評価しなければ、うんうん、ってことは例えば24だったら6クラブ達成してても、うんうん、切らなきゃいけないわけじゃないですか、はいはいはい、それってもしそうなったら、うん、クラブの取り巻く環境っていうのはやっぱり非常に厳しいと、うん、そこまで頑張ってきたのに、うん、なんでっていう話があるじゃないですか。なんでそれはクラブにとってきついよねっていうことで、うん、いけそうなクラブをなんとか救うことがリーグの発展にとって良いんじゃないかってことで方向転換をした時に、うん、はい、じゃあ頑張ろうって言ってるクラブがいくつかあります、うん、はい、その中の一つが神戸なんです。神戸ストークスなんですね、うん、神戸もちょっと18時で消えられると厳しいなっていうところだったんですけど、うんうん、去年の年末を受けて18を撤廃するんであれば、うん、アリーナが準備できて12億で3000だったら、うん、プレミアに入れることが確定するわけですよ、うんうんうん、で売り上げはいきそうですと、うん、でアリーナはありますと、うん、そしたらもう入場者数の3000人だったんですよ。でもその当時はまだ今シーズンに行くっていうのは難しいと思ってたんで、そこまで前半戦入場者数を増やすんだっていうところは今のトーンほどなかったんですよ。で年明けから一気にだったら目指すぞってなって、年明けからその入場者数増プロジェクトとかをやってきて9万人プロジェクトが銘打ってやり始めたんですよ。でもう本当に試合数がもう減ってきてるんでギリで、あの確かに確かに私が見に行った水曜日の段階で残り5試合あったんですよ、うん、で私が行った時に4740人だったんですよ、うん、で残りの4試合で5600、5600、5600、5600、はいはい、4試合連続ぐらいいかないと3000の平均いかないっていう厳しい状況だったんですけど、うん、その次の週末が5600とか行って、はいはいはい、繋いだんですよ。で最終節に望みを今繋いでるんですよ、うん、あ、なるほど。なのでぜひということなんですね。じゃあこれはね、次の最終節っていつだ、 2試合残してるのが4月の20、21だから、うん、いいですか皆さん聞いていただいてる方、はい、4月の11日の公開ですけどこれ、はい、だから最後の2節結構時間があるんですよ、うん、ここで皆さんがちょっと正確な数字分かりませんけど5000多分5600ぐらいで最後フィニッシュできれば、うんうん、もうウルトラシーでギリ行くんですよ、はいはいはい、だからクラブの皆さんは頑張ってるし、だから私も行って、うん、メディアの皆さんとかいうパーティーを開いて、法人の200人以上来たんですよ、うんうんうん、そのパーティーに、うん、スポンサーさんが、うん、でそこで皆さん行きましょうよっていう話をさせていただいて、うん、でグッと動き出してると今聞いてます。だからこれね、最後追いついたらすごいことだと思いますよ、うんうんうん、なので、はい、私が行った目的もそうですし、うんうん、今そのためにクラブはもう全力投球してると、はい、いうことなので、ファンの皆様には会場に足を運んでいただきたいと、まあ、要はその目的を果たすために2日間行ってたというふうに、なるほど、もう皆さんまるっと理解していただければ、うんうんうん、いいかなと思います。4月の20日と21と、うん、ここがまあ最後の頑張りとこだというところですので、うん、ぜひ皆さん神戸の試合をですね見に行っていただければなというふうに思います。はい、そんでですね、翌日に午前中、久々ですよ私、うん、今回ねストークスのフロントスタッフってかなり入れ替わってたんですよ、このメンバ ー、 ー、はい、数年前にも島田塾ってやってるんですけど、うんうんうん、
まあ、勉強会をしました、うん、なんでこの B 革新やるんだとか、うん、あの集客って何ぞやとかスポンサーセールスって何ぞやみたいなところを2時間半ぐらいかな勉強会をしましたね、はいはいはい、うん、まあ、久々にやりました、うん、でその後に G ライオンアリーナ神戸の工場を視察をさせていただきました、はいはいはい、うん、すごかったですよ、うん、まあ、やっぱりこう取っ手に立ってるんで細いんですね、うんうんうん、細いんで、まあ、長方形なんですよね、はい、でもその長方形をライブ仕切りのところと、うん、そのバスケット仕切りのところをなんかいい感じでミックスしてて、あ、なるほど、すげえ見やすいし、うん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 、もうアリーナの上からもう海、あ、だから夕焼けとかめっちゃ綺麗ですよ。あ、まあ立地を非常にこううまく生かした形でアリーナを作られてるっていう、うん、そういう形なんですね。かなりそのアーティストからは評判いいみたいで、うんうんうん、もう予約が結構入ってるみたいですね。うん、だから街の賑わいにも当然貢献すると思いますし、はい、非常に個性的なアリーナですね。うん、取っ手だからこそ海辺に近いからこその魅力は担保しつつも、うんうんうん、ちょっと取っ手の細さは、うん、それはある意味有効活用して、うん、結構急勾配に作って、うんうん、見やすいと思うんですよ。へー、うん、いや楽しみですね。これは楽しみ。来シーズンの後半には、うんうん、もうこけら落としがあるというふうに聞いてるんで、うん、来シーズンの後半には、うん、もう使えるんじゃないですかね、うん、でその後にあの B リーグの未来と神戸ストークスの将来構想発表会ということで、うん、神戸市長の久本さんとか、知事の斉藤さんとか神戸の観光局局長の大山さんで選手にも来ていただいてね、はい、キャプテンの堂原選手とかも来ていただいて、うん、イベントをやってでその後パーティーをやって、うんうん、すごい熱気でしたよ。へ、私も久々でコロナが明けてからそのスポンサーパーティーみたいなとこってあんままだないんで、うんうん、久々になんかうわーっていう熱気を感じましたね。あ、まあ、ちょうどそういう、こう熱量が高まってる時期であるっていうこともあるんですかね、うん、やっぱりね、あの渋谷社長オーナー自らあのクラブの社長にもなって、うんうん、社員も入れ替わったところがありますけど新しい体制でこう前向きに、プレミア目指すんだっていうふうにやってることと、うん、それを応援しようとする地元の財界の人たちと、うんうん、その自治体の皆様、なんていうんですかね、やっぱ神戸に来てまた1年目なんでね、はい、まだ西宮から来て1年目だから、うん、根付ききってはいないんですけど、うんうん、結構短期間でうわっとこう熱量を高めてるって感じはしました、ね、うん、はい、応援したいですね。はい、楽しみにしています、うん、はい、はい、そして、うん、4月の1日と2日ということで、うん、金沢サムライズのホームゲームとして、品川シティとの、チャリティーマッチが代々木第二体育館で開催をされましたということなんですけど、うん、これ開催の経緯とかなんか どういう形でこれ決定したのかなってともしお聞きできればと思うんですけども、はい、これはですね、もともと当然これホームゲームを、うん、金沢の方でね、はい、やる予定だったんですよ、はいはい、で経緯としてはもともとその七尾、ああ七尾ですね、はい、うん、今練習場がある七尾市の総合体育館が予定されてたんですけど、はい、使用ができなくなったんですね、はい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 、で、まあ、代わりに石川県内の施設を探したんですけど見つからなくても、うんうんうん、で、まあ、パートナーでもあるアジアンブリッジの小西社長が、はい、チャリティーマッチで東京で開催して盛り上げたらどうかっていう提案をしていただいて、あ、まあ、そこからグググッと あのいろんな方たちが動いていただいて開催にこぎつけたと。結構短期間でじゃあギュッとこぎつけるところで、まあそうですね、私があの金沢に出張して試合観戦をして、うん、あの要は被災地避難所視察をした時にこの話が出てきて、まあ、本当にですから1ヶ月半ぐらいでグググッとやった感じですよね。本当にね、B リーグのクラブの皆さん優しいんで、うんうんうん、特に関東圏とか東京のクラブの皆さんがお手伝いしていただいたり、うん、告知をしていただいたりとか手伝ってくれたり当日もね、本当にありがたかったですし、まあ、何よりも会場に来たファンの皆様が本当に、はい、まあ、関東のクラブだけじゃなくて、うん、もう東北のクラブとかのユニフォームを着てるようなブースターさんも駆けつけて、もう各々の思い思いのユニフォームを着て、はい、サムライズ、まあ、もちろん品川との試合と品川もどっちとかじゃなくて応援してくれてて、まあ、日頃慣れてない応援じゃないですか、応援スタイルも、はい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 、なのにもうみんなね乗ってくれて、まあ、月火やったんですけど、私は月に行ったんですけど、火曜日にはね1000人を超える方たちが来たりとか、その金沢サムライズのフラッグを客席にこう置いてあって、その周りに皆さんがユニフォーム脱いで飾ってみんなで写真撮ったりとかね、みんなで応援してるぞっていう絵を撮ってくれたりとか、あ、素敵ですね。いや、すごいと思いました。結構いろんなクラブさんがこのチャリティーマッチに関して告知されてるのは私もちょっとこうタイムラインとかで見てて、あ、
かなりこう全面的にね、うん、これ見に行ってくださいねっていうことを応援されてたので、なんかまあ B リーグらしい姿だなというふうにはこの時は思いましたけどもね。そうですね、この辺のなんか一致団結感はありますよね、うんうん、1日にね、震災があって、その後すぐ週末のゲームから各地で募金をしていただいて、1月ぐらいで3000万以上ね募金を募って、まあそれを日本財団さんの方にお届けさせていただいたということなんですけど、まあそういうことでのクラブの協力体制もそうですし、こういうことをやろうといった時のこう仲間として応援する、それはもう B1、B2、B3 と全く関係なくね、こういうところはいいとこですね、 B リーグね。やっぱいいですよね、うん、まあ、その熱量とこう判断するスピード感みたいなことも含めてですけど、うん、これ結構リーグがやってくれとか、うん、そうすべきだとかって言ってるんじゃないんですよ、うん、結構自発的に動いてるんですよ。自主性ってやっぱすごいですよね、うん、そういった意味では。いや、ありがたいですよ本当に。中野社長もスピーチでも言ってましたけど、本当にありがたいことでこんな幸せな機会をいただいて、うん、感謝してますって言ってましたけど、はい、選手もそうですよ、ね、みんな喜んでました、はい、常盤貴子さん来てたんですよ。あ、常盤貴子さん マルシェでね、はい、カレーを作ってたんですよ。へー、はい、そうだそうだ、それもニュースで、あ、こんなこともあったんだと思って、はい、すごいですよね。びっくりしました、まあ、いろんな方がね協力して今回の開催にということになったと思います、うん、ぜひねこのあたりにこう B リーグの力強さというか団結力みたいなことも見えたかなというふうに思ってます。はい、そしてちょっと計量が変わりますけども、まあ、ちょうど4月11日とかでこれスポーツでいうとプロ野球のね、開幕をしていますが、4月の2日ソフトバンクホークスのホーム開幕戦を、まあ、観戦に島田さんも行かれたという時が聞いてますが、うん、この時に、トム・ホーバスヘッドコーチが始球式にも、チャレンジされたということで、うん、実際現地でご覧になったと思いますけど、はい、いかがだったでしょうか。ワンバウンドしちゃいましたねちょっとあれですからね、力の加減が難しかったですかね。いや、まずはね、はい、ソフトバンクホークスのペーペードームのホーム開幕戦なんですよ、はい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 、ホームの開幕戦ってものすごい大事な試合じゃないですか、はいはい、そんな時に、まあ、呼んでいただいたことがまず、いや、まあすごいですよね、ありがたいぞということで、うんうん、まあ、なんとね、うん、吉瀬美智子さんと一緒に同時にボールを投げるという難易度の高いシチュエーション。おお、なるほど、はい、なんですよ、うんうん、で吉瀬さんがキャッチャー達川さん、あ、そう、達川さんになったんですよ、キャッチャー達川さんにノーバンで届きました。お、我らがトムちょっとワンバンしちゃいましたで実はこの少し早めに行って、うん、ブルペンで練習させてもらったんですよ、うん、本物のブルペンで。あ、そうなんですね。裏行って、はいはいはい、裏行ってトムが、うん、それもソフトバンクの又吉選手のマンツーのレッスンがあったんですよなるほど、30球ぐらい投げましたよ相当肩温まったと思うでそんなことがあったり、はいはい、あと王さんにもね、ご挨拶させてもらって、はい、トムと一緒に、はい、本当に優しいんですよ王さんって。あ、やっぱすごいんですね。本当すごいと思う。あ、バスケット盛り上がってますねって言っていただいたりね、バスケット面白いですよねって、うん、もうトムと2人でね、なんとこのアスリートの、うん、この良い時と、うん、少しその肉体とかメンタルの落ちていく、うん、この交差することのそのタイミングとかどうそれを補って毎シーズン毎シーズンマインドセットしたりフィジカルコントロールして臨んでいくかみたいなね話になったんですよ。これ普通にすごい対談だぞと横で、うん、王さんのその辺の話と確かにトムの、うん、これはねもうすごいですよ、ちょっと言いませんけどね、ここでも、もったいないんで。もったいないですよね。てか言っちゃいけないんじゃないかなっていうぐらい、もうなんか対談になってましたよ。本になっちゃいそうな勢いですよね。これすごっと思って。それは随分な贅沢でしたね。贅沢、もう超贅沢な時間を過ごさせていただきましたと、ということで、まあ何はともあれ、うん、すごく嬉しかったのは、うん、トムがコールされてね、うん、もう満員の会場でコールされて、うん、そのマウンドにこう向かうときに、うん、日本代表ヘッドコーチのトム・ハーバートがうわーってなったんですよ、トムもうめちゃめちゃ人気あんのよ。あ、でその時に最大のビジョンがあるんですよね、はいはいはい、ペペドームってもうでっかいビジョン、はいはい、こうぶわーっと広い、あそこで日本代表 のワールドカップの時の映像を流してくれたんですよ。あ、へー、もうテンション上がりまくりですよ。ちょっとそれで力も入っちゃったらだったんですかね、かもしれない。ちょっと練習した時はうまくいったんですけど ね、うん、そうですよね。でもね、ブルペンとマウンドの高さって当然同じなんだけど、遠近法というか、その要は距離感がでかすぎて、はい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 、もうなんかね合わないんだって、そんな風に言い訳してた
ど、それぐらいなんかね、こう迎えていただいて、まあ、この大事な開幕戦でトム・ホーバスヘッドコーチが投げたっていうことは、うん、嬉しいですね。嬉しいですね、うん、でもね、やっぱりトムを見ててね、うん、あの今回トムと一緒にいて、帰りもね同じ飛行機だったんですよ、はいはい、で一緒にこう空港でも過ごしたり、うん、降りてその後同じ一緒の車で移動したりとかしたから、うん、ずっといたんだけど、うん、やっぱり改めてやっぱ人気があるんですよね。うーん、2メーター3センチまでか、もそもそも目立つじゃない。はいはいはい、はい、でもうトムのキャラクターも手伝って、はい、やっぱもう声かけられちゃうんですよ。あ、で途中から私ボディーガードでしたもんあ、ちょっとすいません、あ、なるほど、ちょっとすいませんみたいな。もうそんなにあれなんですね、うん、国民的人気者にもなってますね、トムさんもなられてるんですね。はい、はあ、でもちょうどなかなか島田さんもトムさんも忙しいんで、うん、こうゆっくりお話する時間もあってよかったんじゃないですか、うん、もうかなりいろいろ話しましたね、うん、もうそのパリ五輪のことも、そうですよね、今ちょっとね現場でちょっとこんなことをしてくれたら嬉しいなとか、うん、なんかそのどうサポートすることがなんかあるかね、うん、みたいな話とか、うん、いろいろさせてもらいましたね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ということで、神戸出張、それから金沢サムライズのホームゲーム、まあ、代々木第二での開催ということと、ソフトバンクホークスの開幕戦、トム・ホーバスヘッドコーチの始球式の結果ということを、お伝えしてまいりました。島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで、この4月11日の、配信会は、結構たっぷり今回は喋ってしまいました。そうですね、はい、ちょっとだけ一つ言い忘れたことがあって、はい、神戸ストークスのゲームに行った時に、はい、横山めぐみさんがいました。あ、そうなんですか。女優の北の国からで、私なんかも、はいはいはい、ね、若い時からもう見てた、はい、ストークスのことが大好きなんですって、でよく来られてるんですって、でコートサイドでもう本当にずっと応援してましたね、私の目の前だったんですよ。あ、そうなんですね、はい、なるほど。やっぱりこう徐々に有名人の方でも、うん、こう普通にね、うんうん、B リーグのゲームに来る方が増えてますね。なんか日常の中でそうやってね、普通に B リーグを見ていただいてるっていうこと自体がなんかこうすごく浸透感が伝わってきて嬉しいですよね。嬉しいですね。はい、はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。はい、結構ね、最近ねステッカー持って歩いてて、はい、バック配りもしてるんで、はい、会場でもね、はい、声かけていただければ差し上げますんで、はい、はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。